アドリアヒネル・ペドロサは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナ出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンの RCD ・エスパニョールに所属している。ポジションは DF。2014年に RCD ・エスパニョールのカンテラに入団。2017年4月に、セグンダ・ディビシオン B の B チームに昇格。2018から19シーズンより西登録選手と、 なり、2018年11月1日のコパレルレーのカディス CF 戦でトップチームデビュー。12月16日のレアルベティス戦でプリメーラディビシオン初出場。2019年4月13日のデポルティーボ・アラベス戦でプロ初ゴールを決めた。2019年3月30日、FC バルセロナとの初のバルセロナダービーに挑んだペドロサだったが、 カンプノーでの同試合は、バルサがニカラレーで勝利。その試合後でちょっとした騒動が発生した。ペドロサは、バルサの象徴的存在であるリオネルメッシと、ユニフォームの交換をし、検討をたたえあったものの、この一連の行為が、エスパニョールファンを怒りを買うことになってしまった。その影響で4月2日のヘタフェシ F 戦は、ベンチ外になった、ペドロサだったが、13日の地元エスタディ、 コルネライル・プラットでのデポルティーボ・アラベス戦では、先発出場を果たし、先制ゴールを決めた。試合も2から1で勝利し、メッシュとのユニフォーム交換で、回帰的な見解を示していた、エスパニョールファンも、ペドロサを称賛した。ありがとうございます。